では、続いてドラゴンズです。年に一度の特別企画です。ドラゴンズのレジェンド2人が選ぶ開幕スタメンとは。もしもあなたがドラゴンズの監督になったら、どんなオーダーで試合に臨みますか？プロ野球開幕まであと1週間。今日はドラゴンズファンへ夢の企画をお届けします。もしも谷繁元信さん、井端弘和さんがドラゴンズの監督になったら、題してもしドラ企画。まずは両監督の開幕スタメンから。中でも2人がキーマンとして挙げたのが2番に入った京田選手。彼の成長っていうのはやっぱりもうちょっと、彼ももう今年5年目ですかね。じゃあ自分はどういうタイプのバッターなのかっていうところが結局まだ我々にも伝わってこないんですよね。自分は長打を打つバッターなのか、それとも出塁をするバッターなのか、どっちのタイプで自分が生きていくのかっていうのを早く見つけてほしいなと思います。1番大島選手が出て、2番京田選手とか、まあ、日向選手が1番打った時もあって、2番3番をアウトになるのが非常に多かったんですよ。京田選手が仕事をした時にはこう、もう1番から4番まででもう点を取っちゃうっていう、うん、チームの命運を握るのが京田選手のバッティング。選手会長の打撃開眼に期待しましょう。その他に注目なのは若手の起用。谷繁監督は7番に根尾選手、井端監督は6番に岡林選手をスタメンに抜擢しました。キャンプ中盤からいい形、いい結果を出してますから、まあなんとか出てほしいなっていう。もうとにかく出て喜んで打って、自分でどん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 掴んでいくっていうね。岡林選手があのジャイアンツの練習試合だったと思うんですよね。インコースの、左ピッチャーのインコースのストレートをちょっとつけながらショートの頭にタイムリー打ったあの打撃を見た時に、使えると僕は判断したので、やっぱ6番にそこそこ足のある人間がいないと点が入ってこないと思うので、うん、この次の、ね、平瀬選手とかのヒットで帰ってくるというのができれば、回でも点は十分取れるのかなとは思います。一方、気になるのは14年ぶりにドラゴンズに復帰した福留選手、その起用については。まあ、まずスタートは代打でしょうね。まあ、チームのその状況にもよりますし、まあ、本当に上位争っているような状況になると、まあ、調子の悪いところにスタメンで使うっていう、まあ、そういう風になるでしょうね。代打で行って、まあ、うん、状態良ければスタメンとか、まあ、コンディション次第でスタメンっていうのはあるんですけど、もうスタメンになった時に僕としては2番に入ってほしいなって。まあ、出塁率いいからね。そうですね、やっぱり選球がいいですね。フォアボール選べますし、狙い撃ちできますんで、そうしたら、まあ、僕のあれでビシエド、高橋周平でもビッグイニングが作れるんじゃないかっていう予想です。変えようかな、これ。10年ぶりのリーグ優勝へ、2人の監督が期待するのは若手の奮起、そしてチーム全体のレベルアップです。下からの押し上げっていうのがもう少し頑張ってほしいなと。そこが押し上がってくるとチーム力って絶対上がっていきますから、まあ、ある程度昨年いた選手ってこれぐらいかなっていう、上積みしてもこれぐらいかなっていうイメージになると思うんですけど、やっぱりこう若い選手って、ね、いきなり30発っていう可能性もあると、無限大だと思いますんで、その辺が1人2人ってね、出てこの来た時には昨年よりも上に行くんじゃないかなと思いますけどね、ピッチャーも含めて。まだまだ話が尽きない2人の構想。7回はもう梅津です。井端監督が結構思い切るんですよ。開幕ローテーションに勝利の方程式まで。この続きは今日深夜放送のドラグラ開幕首都圏2時間スペシャルでお楽しみに。はい、森永さんはずっとあの今年のドラゴンズは強いとおっしゃってましたが、どうご覧になりましたか？いや、だからその例えば谷繁監督のは石川選手入ってなかったっていうぐらい、はい、もう
選手層が厚くなってるで、はい、福留選手がいつでもどこを入ってこれるっていうこの分厚い選手層っていうのが強さを物語ってると思うんですよね。だから去年よりももっと上いけると私は思いますけどね。ちなみに森永さん、ドラゴンズ順位は何位予想？優勝って言いたいんですけど、はい、一応今のところ2位予想です。あ、もう2位予想。優勝は？優勝はやっぱりジャイアンツね。菅野がいなかったらドラゴンズ優勝だったんですけど、そこはね、まあ、大きいとは思いますけどね。森永さん DeNA ファンですよね。 DeNA は一応目指して4位です。あ、4位弱気、いや、もうさあまだまだお伝えしたい内容たくさんあるわけです。今日のスポケン2時間スペシャルなんですが、開幕5連勝中と絶好調のグランパスについても特集をしますので、今日深夜1時34分からぜひご覧ください。以上、スポーツをお伝えしました。深刻な五十肩、もうあの草野球シーズン開幕直前にですね、もう五十肩がひどいことになりまして、テレビのクイズ番組で、いい答えを出した時も僕はガッツポーズがここまでしか上がらなくなりました。誰か直す方法を教えてください。所長の伊集院光です。メーテレアナウンサーの島津さなえです。さて今日は、はい、今夜はですね、ドラグラ開幕2時間スペシャルです。すでに開幕している J リーグのグランパス、そして開幕直前のプロ野球ドラゴンズ、この2つのチームの戦力についてそれぞれの解説者とともに迫っていきます。だから例年に比べるとこうキャンプから徐々に盛り上がってくるっていうのがなかった分、ここで思いっきり盛り上げて、はい、ドラグラ両方とも楽しんでいこう、そういう企画ですね。そういうことです、はい、楽しみです。もしあなたがドラゴンズの監督だったら、開幕スタメンは、代打の切り札は、開幕ローテーションはどうする？今夜は1年ぶりに帰ってきた夢の企画、レジェンド2人が一夜限りでドラゴンズの監督に再び就任。通算出場試合数歴代1位、幾度となくドラゴンズを栄光に導いた名捕手、谷繁元信、ベストナイン5回、ゴールデングラブ賞7回、球史に残る名ショート、井端弘和。もし2人が監督だったら、どのような戦略で今シーズンを戦い抜くのか。もういい選手いっぱいいるんですよ。あの打撃を見た時に使えると僕は判断したので、まあ一軍の中で投げさせながら体力をつけていくっていう方法も、最初から先発ピッチャーじゃないのかなって思ってたんです。タイプがうわちょっとプロってやっぱそこゾクゾクします。井端監督が結構思い切るんですよ。冒険しないといけないところかなっていう。もっと谷繁監督の目見て話してくださいよ。夢のドラトーク開幕です。ということで谷繁監督、そして井端監督、よろしくお願いします。お願いします。さあ今夜の企画はですね、私はオーナーという立場で、もしお二人がそれぞれドラゴンズの監督だったら、今シーズンをどう戦っていくのか、その辺を喋っていただきます。あくまで、自分が監督だったらこうするという考え方を聞かせていただくということで、よろしいですか？わかりました。よろしくお願いします。お願いします。谷繁監督、はい、この戦力ですけど、はい、昨シーズンに比べてどうお考えですか？この辺は難しい。いきなり監督そこ悩むところですか？上がってますよっていう話でもない。ちょっと微妙な感じがするんですよ、すごく、はい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 、これで何とかしなきゃいけないなって、はい、でプラスそのここ数年で、獲得できたドラフトで取れた選手を何とか成長させるっていう、まあ、そういう年でもありますよね。なるほど、はい、
井端監督はこの戦力、去年に比べてどうですか。ほとんど変わらないかなって思います、うん、谷繁監督と一緒で、うん、まあ、僕より厳しいイメージしてますからね下がってはない。谷繁監督かなり迷って言いましたもんね迷った上にまあ変わってないですけども、まあね、割と決めてた感じですもんね。あんま変わってない。まああとはやりくりかなというところかなと思います。まあ、オーナーとしてはね、外から見る側とすると毎年楽しみなんて新外国人選手とかなんですけど、ああそれが来日してなかったりとかすると、それこそガーバーなんて写真がないんですからまた全然ロサリオもないです、はい、全くないっていう状況はちょっといつものワクワク要素みたいな少し減るかなっていう感じなんですが、そんな中まずは今シーズンのスタメンです、それでは谷繁監督案をお願いいたします。はい、まあ一応ですね、一応このスタメンの中のキーポイント誰ですか。まあ、僕はやっぱり強打なんですよ、はいはい、去年もそうだったんですけど、彼の成長っていうのがやっぱりもうちょっと、彼ももう今年5年目ですかね。だから本当だったらもう強打1番とかね、強打3番とかいうレベルまでやっぱり5年目になると僕は来てるっていう予想はしてたんですね。それがまだかなっていう。強打は何が足りないですか。全てです。出た、全て。はい、じゃあ自分はどういうタイプのバッターなのかっていうところが結局まだ我々にも伝わってこないんですよね、うん、で先日ねロッテの試合でホームランソロ打ったんですけども、その時のコメントがこれが1打席目からできればよかったとかね、うん、いやまあ、自分は長打を打つバッターなのか、それとも出塁をするバッターなのかっていうところのが僕らにも分からないんですよ、うんうんうん、本人も多分分かってないんですね、うん、だからああいうコメントになると思うんですよ。だから1打席目に粘って粘ってフォアボール、これが本人のスタイルなのか、それとも1打席目にもうバーンとホームラン打つ、これが自分のスタイルなのかっていうのがまだ分かってこないんで、だからそれが分かった時、分からってほしいんですよ早く。どっちのタイプなのかっていう、でどっちのタイプで自分が生きていくのかっていうのを早く見つけてほしいなと思います。そうなると、1番と3番で分かれてくるんですと思うんですよね、うん、本当に出塁を狙うっていうバッターにしぶとくなるっていうんだったら僕彼は1番でいいと思うんです。足もあるし、でも長打で成長しましたっていうことになると3番に置きたいんですよ。でなかなか確定が出しづらい中、一応2番に置きましたという。でまあ、あとはこの、ネオですね。はい、ネオをですね、まあ、運よく外国人が入ってきてませんから、うん、でこれ早くても5月頭、まあ、4月終わりから5月頭だと思うんですよね、スムーズに進んで、うん、それまでに、なんとか使えますから、まあ、もう来た外国人も結局どうなるか分かりませんからね。そうですね、だからキャンプ中盤からいい、形いい結果を出してますから、まあ、なんとか出てほしいなっていう、そういう思いもありました。ネオは逆に足りないとこどこです。これがあれば、まあやっぱり打たないとダメですよね、うん、はい、うん、打つ、とにかく打つ、ヒットを打つっていうことですね。あとはネオのこれ、それこそ井端監督に聞きたいんですけど、井端監督も若い頃に一旦レフトで出されたりしてたじゃないですか。行きましたね、はい、ありましたよね。まあだけどその僕とまあネオ選手多分違うとは思うんですけど、はい、もう僕は試合出れればもうどこでもいいと思ってたんで、だからもうレフト行ってライトも行きました、センターも行きましたし、まあ内野セカンド、マジで、はい、外野からサード行ってショート行ってレフト行ってっていうのも経験してるんで、だからもう出れるならもうその時はもう出れる喜びしかなかったですけどね。まあその時期はそうですね、で最終的にはここっていう多分あったと思うんですよ、はい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 、だから今現時点ではもうとにかく出れるんだったらどこでもって、だからまあネオがいいその例えだと思うんです、例えっていうかそこだと思うんですよね、ポジション的に、うんうん、だからもうとにかく出て喜んで打って自分でどん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 掴んでいくっていうね。でしかもそれが尻に火をつけておくから、みんなもそれでレベルアップしていくっていうか。いや、そうです、そうです、うん、なるほど。今シーズンのキャッチャーなんですが、
木下選手もう、はい、これはもう木下でいいと思います。まあでもそうですよね、去年は最優秀バッテリー賞受賞、はい、っていうことですもんね。もう正捕手そうに、まあ、今年がすごく大事だと思ってます。今年100試合以上出てある程度の成績を残した時にはまあ木下捕手みたいなね、木下選手みたいな。キャッチャーの中で一番試合にたくさん出たらそれイコール正捕手ということとはちょっと違う。違います。キャッチャーが認められるってやっぱり勝つことなんですよ、うん、勝ってある程度その打つ方でも数字を残して、であとはピッチャー陣でベンチに信頼されていくっていう、そこの部分が必要ですから、だからまだそこまでは行ってないですからね正直、うん、だから今年1年間頑張ってそこを自分で掴んでいくっていうことですね、うん、はい。さあそんな中この打順っていうのは流動的なものですか、それとも固定した方がいいんですか。流動的です。これはまあ周平をね僕は3番に置いてますけど、これがまあ例えば強打の成長ね1ヶ月した時に成長した場合には強打を1番に置いて、で大島3番強打3番で周平を5番に持ってったりっていう形はできて出てくると思うんですよね、はい。だから動かさないのはもうビシエドだけだと思います。あ、ビシエドの4番は固定他に打つ選手がいないですから、はい、なるほど、はい。続いて井端監督のスタメンお願いします。はい、期待しかない。谷繁監督が今ビシエド以外に4番はいないって言って開けたやつが3番ビシエドですね。ほぼほぼ僕もそう考えたんですけど、はい、これあくまで僕が巨人にいた時に、はい、コーチ時代で思ったことなんですけど、1番大島選手が出て2番京田選手とか、まあ、日向選手が1番打った時もあって、2番3番をアウトになるのが非常に多かったんですよ。ほうほう。そんで4番ビシエド選手で2アウトランナー1塁だったり2塁でボール球投げとけば振ってくれるみたいな感じで行っても、そう例えばそこフォアボール選んで1、2塁になっても次のバッターまた同じような攻めで満塁になってもゼロで抑えられるっていう攻めをしてたんで、ここごとくハマってたんですけど、でやっぱビシエドの次のバッターっていうのは非常に大事かなっていうので、もう1番2番3番抜きの打順を上げたって感じです。ランナー溜まるまでみたいなことを思ってる余裕がちょっと明治的にいないんじゃないかという、はいはい、これ4番以降はちょっと弱くない？でもうあれですよ、あとはここからはもう未来です。そうだね。ちょっと未来ゾーンの話はオーナーとしたら相当ワクワクしたいので、ええ、未来ゾーン伺いたいんですが、そうですね、であとはもうね、今日先ほど言われた通り京田選手が仕事をした時にはこうもう1番から4番まででもう点を取っちゃうっていう、うん、まあ、あとはその流れですよね。で若い選手に楽に打ってもらうっていう育てながら。でもセカンド石川、そうですね、まあ、阿部選手って思ったんですけど、このキャンプ見てて一番心配だったんで僕は、ほうほう、阿部選手が、はい、キャンプって意気込みはみんな持っていくんですよね。でこういう風に、ね、今年はやろうっていうのを阿部選手だけは見てても何も感じなかったんで、普通に申し訳ないですけど毎日なんか普通にメニューをこなしてる、まあ、高橋選手も何をやろうっていうのは、まあ、京田選手もそうですし、いろんな選手は取り組む姿勢は僕の中では感じたんで、阿部選手だけは何したいのかなって最後まで思わな分かんなかったんで、これを見て阿部が火ついたらね、そこですよね、そこですよね、 申し訳ないけどって振りながら周りからそう見えてるのは間違いないわけだから、そうすると阿部があそれ以上にやろうと思ったり、まあ、それでいいですけど、そういうことですよね。これを阿部に見せたいですね。あのずるくないですか、井端さんの言った感じで見せていくことで阿部を刺激しようというね。いやでもなんか僕がちょっと本当に外から見てて素人で思ったのは、はい、
レギュラー取って安心するみたいなことってあるのかしらっていう、多分一昨年大活躍した時にできて、で去年はまあレギュラーじゃないですか。でそうするとここでこうそれこそ井端さんみたいな人が火つけてくれないと次のステップってちょっとたるむのかなっていう可能性はありますね、はい。まあ、2年取って、まあ、今年も自分だろうなっていうどっかにこう油断というかね、うん、そういうものが多分あるんだと思うんですよ。そういうふうに映ったっていうことは、うん、はい、うん、石川や根尾がそこに火つけると下手すりゃ阿部もまた伸びるみたいな、チーム強くなるみたいなことですかね、はい。さあそしてレフト岡林。そうですね、岡林選手がジャイアンツの練習試合だったと思うんですよね、セルラー球場で、はいはい。でインコースの左ピッチャーのインコースのストレートをちょっとつけながらショートの頭にタイムリー打ったあの打撃を見た時に使えると僕は判断したのでこの打順にしましたけど、やっぱ6番にそこそこ足のある人間がいないと点が入ってこないと思うんで、うんうん、この次のね平瀬選手とかのヒットで帰ってくるというのができれば回でも点は十分取れるのかなとは思いますね。やっぱりそれはその岡林選手がそのプロとして一レベルクリアしてる打席なんですか。そうですね、根尾選手もそこの打順考えたんですけど根尾選手にはまだそれがないかなっていうところで、まあ、バッティングの、うん、技術はまあ岡林選手の方が今の段階ではあるのかなっていう判断です。そんな中キャッチャー桂選手、これちょっと去年木下選手で入れたんですけど、はい、ちょっと冒険しないといけないところかなっていうもっと谷繁監督の目見て話してください谷繁監督もあそれで、ね、それで、ね、っていう感じかもしれませんよ。ここは、はい、谷繁監督の秘蔵っ子ですよ、はい、で、はい、でうまくこう打たれたボールを消さないキャッチャーなんだなと思ったんで、うん、まあ、それは谷繁さんのね教えだなっていうところで、はい、併用っていう形で桂捕手を使ってほしいっていう願望です。なるほど、使いたいなっていうところです。なるほど、はい。でもこの2人が違うあたりが逆に言うと谷繁選手の言うところのレギュラーまでもう一枚正捕手までもう一枚はこういうことなんですかね。そうですね、はい。谷繁監督は井端監督のスタメンいかがですか。かなり思い切るなっていう、うんうん、まあこれね去年もねこんなあったような気がするんですよ、うん、井端監督が結構思い切るんですよこの思い切りが僕にあったらねみたいないや ありましたよ僕はありましたよ。福留選手どう使う。スタメンになった時に僕としては打順変えようかな。さらにもしドラの後はもしグラスペシャルをお届け。開幕5連勝のグランパス、今年は優勝間違いなし。もう 100% 優勝争いはするだろうな、はい、優勝確率どれぐらい佐藤さんどれぐらい決定率高いからやっぱり。サポーターはもちろんこれからファンになる方も必見です。もしドラゴンズの監督だったら、谷繁、井端両監督の開幕スタメンはご覧の通り。気になるのは14年ぶりに古巣復帰した福留孝介の起用法だが、谷繁さん福留選手どう使います。まあ、まずスタートは代打でしょうね。代打、はい、切り札、はい、でまあチームのその状況にもよりますし、まあ本当に上位争ってるような状況になると、まあ、調子の悪いところにスタメンで使うっていう、まあ、そういう風になるでしょうね。井端監督は福留選手の使い方、まあ同じですよね。代打で行って、まあうん、状態良ければスタメンとか、うん、まあ、コンディション次第でスタメンっていうのはあるんですけど、スタメンになった時に僕としては2番に入ってほしいなって。2番すごい王道です思いますね。まあ出塁率いいからね。そうですね、やっぱりどうしてもそうするとこううまくこうね、もうビシエド選手も下げられるかなとは思ったりとか厚みは出てくるのかなと思うんですけど、下位では、うん、ないなと使うのは。それはどういうことですか。やっぱこう
選球眼いいですね。フォアボール選べますし狙い打ちできますんで、やっぱあそこの位置にいるっていうのは余計福留選手が塁に出る確率が高い、うん、1は2番かなっていうので、そしたらまあ僕のあれでビシエド高橋周平でもうビッグイニングが作れるんじゃないかっていう予想です。打順変えようかなこれ。ここからは今シーズンブレイクしそうな野手を大予想。まずは井端監督から。これですね、なんか竹野選手ですか。やっぱこれ足速いですし、はい、ヤクルトの坂口選手みたいなバッティングなので、はい、うん、まあ引っ張り込むこともできるし、で力ちょっと力強くもなったなっていうのは感じたんで、いけるかなと、伸びしろはだいぶあるのかなとは思ってます。なるほど。谷繁監督は、いや、いますよ。僕だってもういい選手いっぱいいるんですよ。石川も育てたいですし、今年入った三好とかね、はいはいはい、楽しみな岡林でしょ。であとね、足の速い高松とか、うん、ね、で右の伊藤とかね、この5人がそのレベルを上げてくれるとチーム力がさらに上がっていきます。こういう若い選手たちはどういうふうに使っていくんですか。難しいですよね、そこが。やっぱり勝たないといけないですし、その育てながら勝つってものすごい難しいんですよ。まあポジション的にね、ドラゴンズはある程度今固まっている状態ですから、だからすごく難しいんですけど、そこはまあ与田監督の腕の見せ所じゃないですか。僕にはこういう選択肢がなかったんで。あ、そういう選択肢があまりなかったですね。さあ、そして今年は特に走塁にもドラゴンズは力を入れているということなんですけど、はい、こちらが去年のチームの盗塁数です。ドラゴンズは5位の33盗塁、1位の巨人阪神は80盗塁ですので、まあ、倍以上の数字ということになるんです。ちょっと悔しい結果となりました。まあ、これもまた強打になりますけど、ね、あれだけ足があるのにも盗塁の数が増えないっていうのは、まあ、それだけ、まあ、学習というかね、そういうものをしてないっていうことですよね。だ相手のピッチャーの癖であったり、まあ、配球の勉強であったり、まあ、そういうことが多分されてないからスタートも切れないですし、まあ、状況によってのその走るっていうこともできないと思うんですよね。ある程度仕掛けていかないとピッチャーも崩せないのかなっていうのとはあるんで、まあ、7割以上ぐらいを目標に、もっと企画数は増やしてほしいなっていうのと、まあ、昨年もそうだったんですけど、やっぱ1・3塁で結構走るんですよ、うん、で1・3塁で走って途中とかで走ってバッタービシエド選手とかそういうバッターになった時に、やっぱ急に攻め方変わってビシエド選手が対応できないなっていうのが何回かも見たんで、やっぱ走る場面は走る場面でどんどん企画していいと思うんですけど、ここは走っちゃいけないっていう場面でも走ってた時があったんで、そこのところのこう行く行かないのを、まあ、監督なのか、走塁コーチなのかがもうちょっと選手に教えていかないといけないのかなとは思いますけどね。そこ興味深いですね。数増やしゃいいってもんじゃないってことですよね、うん、そういうのはどういうところで徹底されてるミーティングですか、何ですか、その今言ったみたいな、このケース行くこのケース行かない、やっぱ1・3塁が2・3塁になっただけで、谷繁さんも監督もキャッチャーやられてたんで、やっぱ1塁、ね、強打者だとかだったら空いてるなっていうのは入れながら多分リードするとは思うんですよ。あと次のバッターの状態とかもあると思うんですけど、やっぱそこにはバッターは1・3塁から急に2・3塁になって、特に外国人選手ですから、もう打つしか頭にないんで、やっぱもう外に逃げていくボールとかワンバウンドで多投されて、やっぱ我慢できなくて振るっていうケースを見て、あで次高橋周平選手がまあそういう見送って満塁になるけど次が抑えられてゼロとか、やっぱあの1・3塁にそのまま置いとけば向こうだってある程度勝負で来てるんで、バッテリーね、嫌なそのシチュエーションって1・3塁なんですよ、うんうん、2塁3塁よりも1・3塁は一番ヒットコースが多いんで、だから僕は1・3塁はなるべく動かさないタイプですね。
ちょっと今年のドラゴンズは盗塁意識も走塁意識もちょっと高そうなんだよね。そうですね、まさに今の話に関連して今シーズンはランナーコーチの配置を変えたということなんです、うん、三塁に秀典さん、一塁に荒木さんというふうに、まあ、去年と逆にしたということなんですよね、うん、監督は逆に一塁三塁配置するのに、はい、なんと性格的なものとかこいつは一塁向きこいつは三塁向きっていうのはあるんですか。まあ、やっぱり見るでしょうね。三塁コーチの経験からすると秀典の方が多分数多いと思うんですよね。で、まあ、秀典ってどちらかというと動物的なところもあるんでね。だから、まあ、そう言われそういうと荒木もそういう、ね、動物的なところはあるんですけど、まあ、そういうことを考えると、まあ、今年はとりあえずスタートは秀典で行こうかっていうことじゃないですかね。これ本当にど素人目線外目線なんですけど、井端さん一塁コーチやったじゃないですか、はい、一塁コーチと三塁コーチってのはもう全く違うものですか。そうですね、オープン戦とか、なんかその練習試合とかで何かあった時のために三塁コーチもやったんですけど、まあ一塁コーチはやることが多いです。とにかくクイックのタイムがベンチから毎一球一球送られてきてとかで、一塁コーチサインが出るで、サイン見てたら選手が、うん、僕がいるっていう安心感か結構見ないんですよ。あ、はい、はい、それジャイアンツ、はい、ダメでしょそのチーム。そうですよね、で見てるふりはしてるんですけど、はい、終わった後に何か出ましたっていうのを毎回聞くんですよだからもうそれはダメでしょう。それがプレッシャーで嫌だったです。責任多いなみたいな、はい、ちょっと別の種類のプレッシャーですね。そうです、三塁コーチその回す回さないのプレッシャーもすごいじゃないですか、はい、で出たのに出たとは言えないんで、はいはい、出た時は後ろにさーって触って走れってことです周りの人間は何を急にボディタッチしてんだろうって思うけどそれはねジャイアンツの選手がダメですダメで、これがセカンドにもあるんですよ、はいはい、セカンドで3ボール2ストライクとかで、うん、自動的に走るのかストップなのかっていう時も、はい、ういってこう僕の方を見てえどっちですかみたいなのを言うんで、はい、僕は正直こう一塁コーチは大変だったなっていう。井端監督のコーチ時代の苦労も分かったところで、この後は開幕ローテと勝利の方程式、あの投手の大胆すぎる配置転換も、これ当たったらワクワクしちゃうな。最終的にはそのできるなら9回行ってほしいなっていうのはありますよね。もしレジェンド2人がドラゴンズの監督だったら、続いては投手編、まずは井端監督の開幕ローテーション投手教えてもらいます。お願いします。はい、ほう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 、ね、大野投手でスタート。そうですね、やっぱり沢村賞にもなってますし、ここは不動でいきたいなっていうのはありますね。で最近はやっぱりその本拠地開幕とかじゃあそうじゃないところでみたいな感覚もちょっとありますし、まあ、実際に福谷投手がどうやら開幕告げられてるってことなんですけど、そこはどうですか。開幕ダッシュをここ何年か見てないんで、やっぱ開幕ダッシュでするにはやっぱ勝ち越し勝ち越ししたいなっていうローテを一応組んだつもりで、やっぱ広島マツダスタジアムでも2勝1敗さえで、バンテリンドームでも2勝1敗っていうイメージで行ったら、大野投手が行って最初だけですよ、ここ、うん、こうです。おここで大野投手で2勝。そうですね、で今年143試合あるんで、4月の段階でも週に5試合とか2連戦があるんで、はい、うまくこう戻してあげればまた火曜日なり頭に戻せると思うんで、最初の一回りだけは、中5日ですかね。この辺はちょっとこの後の谷繁監督の意見との差は出そうですね。最初だけですよ。最初だけですよって、ね、怯えなくて大丈夫です、ね、このメンツで何でしょうね、僕らそういう星勘定好きなんですけども、今シーズンどれぐらい勝ってもらわないとっていうのどうですか。
いやこれぐらい勝っていかないとって言ったらやっぱもうね85から90ぐらいでは優勝ラインだと思うんですけど、はい、あんまりそうじゃなくて1ヶ月で貯金を3つぐらい4つっていうちょっと気楽な感じで、大野投手あたりはそのうち何勝してほしい何勝はしてほしいというか、まあ、最低でもまあそうですねやっぱり貯金10ぐらいしてほしいですよねこの投手陣でいくならやっぱり誰かいないと本当また5割ぐらいで、まあ、3位争いとかになっちゃうんであくまでも優勝ですから優勝するには最低でも1人は2桁、貯金をであとはもうね、みんな2個3個ぐらい貯金でいいかなとは思ってますさあそんな中その下の段にですね、先発候補鈴木博士選手これはそうですねいやもう最初から先発ピッチャーじゃないのかなって思ってたんですタイプがあくまで僕個人の意見ですけど、はいはいはい、は見た時になんかそんなになんか力入れて投げてる感じもしないのに、うんまあ、そこそこいい球投げてんのに7回8回投げてもそのまま投げれんじゃないのっていう感じはしてたんですよねなんかそんなに力感なく投げてないですかまあゼロじゃないですよね、うんはい、それこそあの福谷投手なんかが見事まあ先発になるわけじゃないですかそうですね、そうですね、ましてや開幕投手になるわけでそのなんか僕らはやっぱその先発特性リリーフ特性みたいなのあんまよく分かんないだから、まあ、取ったあのドラフトで取ったいきさつ、まあ、いきさつっていうか取った時に、まあ、後ろを任せられるピッチャーっていうそのなんていうんですかねそれで取ってるわけじゃないですか、はい、チームとしてね、はい、だからどうしても、はい、もうそういうふうに考えてしまいますよねだからそこじゃなくてそういうものを一回 取り払った時にまあ、今井端が言ったように、まあ、先発っていう可能性もゼロじゃないですよね、はい、さあそれと井端監督、ドラ1の高橋投手も位置をそこ張ってありますわまあそうですね、これ彼がね、ダルビッシュ投手とか田中将大投手とかそのクラスになるのは彼らも1年目のね途中ぐらいからローテーション入ってきましたんでそこの期待を込めて交流戦明けぐらいからローテーとして回ってくれたらいいなと思って入れましたなるほどそれでは谷繁監督はどんなローテーションですかはい、はい普通に開幕福谷、まあ、これはねまあ、チームがそういうふうに発表してますから、うん、そこはまあいないこれでいいのかなっていうこれちょっと井端監督対比がすごく面白いなと思うのは、その開幕ダッシュを狙うにはいいピッチャー一番最初使いたいっていうその大野投手を使いたいっていうのとあとはやっぱり去年ジャイアンツがまあ大逃げしちゃってるんでジャイアンツの頭には必ず勝ちたいみたいなそれどっち優先ですか、うん、どちらでもないですねどちらでもない僕は、はいほうほうほうまあ、とにかく今年1年間その143試合を考えた時に、まあ、ローテーションで回ってくれる回ってほしいっていうピッチャーを、まあ、最初の6試合に投げさせていくという単純にでそこで、まあ、運よく勝ち越せればいいかなっていう感じですそこは隣で井端監督が恐る恐る言っていた、うん大野投手をもう最初の週に限っては6枚目ももう一回大野投手でいろいろやりくりをしつつローテーションを作っていく、まあ、今年 その変則的な、ね、スケジュール、まあ、オリンピックとかも中にありますしで、まあ、最初の月の変則的なスケジュールもありますからこれはスタートはこれでいいと思うんですけども、まあ、途中で、ね、その大野の間隔を短くしたりですねその時に状態のいいピッチャーの間隔を短くしたり、そっちの方が僕はいいと思うんですよね逆に最初変則で入るのは谷繁監督はちょっと違う。そこまで、変則な起用っていうのは僕はあまりしない方がいいような気がしますね。やっぱり最初ってすごく
リズムに乗せるっていうことも必要ですし、先発陣を、はい、ピッチャーを、だからそういうことを考えると、同じそのまあ秋日でこう回してあげた方が、まあ、リズム的には、あとは体的にもやっぱり1年間戦っていく中で、そっちの方がつかみやすいのかなとは思いますしね。まあ僕はね、それよりもやっぱりそろそろ小笠原をが2桁、はい、勝ってほしいんですよ。ここが2桁いくと、もうドラゴンズは上位に行くっていうふうに思ってるんですけど、まあ、1年間ローテーションもまだ回ったこともないですし、2桁勝ったこともないですから、まあ、そろそろ彼も結果を出していかないといけない、年になってきましたしね。だから、まあ、これちょうど井端と2日目っていうね、うん、やっぱり井端監督も期待するところ大きいですか、小笠原投手。そうですね、やっぱり必ず、まあ、こう並びになったんですけど、まあ、実際のところはジャイアンツの頭に大野投手になるんで、まあ、どっちかのところで左が1枚ずつ使えるっていうところで、やっぱり、まあ、2戦目に入れたのもやっぱ前の、先発ピッチャー勝った時の連勝を狙えれば大型連勝もあるかなとは思うんで、非常に今年小笠原投手がキーを握るんじゃないかなとは思いますけどね。そして梅津投手ですけども、うん、谷繁監督どれぐらいを期待します、何勝ぐらい。僕はもう2桁期待してます。力があるあります。もう怪我さえなかったら勝ちます。あと何でしょうね、伸びしろと言いますか、あの皆さん、あのお二方とも下段に選手並べてもらってるんですけど、はい、こいつひょっとしたら馬券じゃないかみたい選手って言いますか、あの張ってない選手でも結構です。いや、鈴木投手です、はい、あ、鈴木を先発鈴木を先発で、鈴木投手です。いやでも、ね、ちょっと面白そうですね、これ当たったらワクワクしちゃうな。逆に谷繁監督はあのドラ1高橋投手どうですか。いや、いいと思いますね。だからこれも早い時期に、まあ、最近なんかこう1年間ね、こうなんとか体力作りをして、こう大事に大事に怪我をさせない体にして一軍に送り込むっていう、なんかそういう風潮じゃないですか、はい、昔って、まあ、そんな昔じゃないですよ。今言われた田中とか、はいはい、まあ、ダルビッシュとかね、はい、あの辺のピッチャーも1年目からローテーション途中から入ってきましたから、だからそうやってまあ、一軍の中で投げさせながら体力をつけていくっていう方法も僕はあると思うんですよね、うんうん、はい、だからそこを期待したいですね、そういうふうにしてくれることを。続いては勝利の方程式。昨シーズンは6回終了時リードしていれば37連勝を飾るなど大福丸が躍動。今シーズンもこの3人が勝利の鍵を握るのか。さあ、今年の勝利の方程式を谷繁監督からお願いします、はい、まあ、9回はね、もうマルチですか、はいはい、今年は最初から、はい、まあ、ギリギリぐらいですね、ギリギリ間に合いそうですからね、はいはい、もうここがありきで今日は話すと、まあ、こういう形になるのかなっていう気はします。祖父江マルティネスは確定で7回はこの、ここもね、この7回8回っていうのは僕はね流動的になると思うんですよね、はい、その相手のバッターにもよるでしょうし、打順にもよるだろうし、その時の状態にもよるとは思うんですけど、でもこの中で不安がやっぱ僕の中にはあってですね、昨年やっぱり福祖父江っていうのは良すぎましたよね、うん、もう出てきたらもう勝ちみたいな感じになってましたけど、これがじゃあ今年そのままなのかっていうことがこのオープン戦では多分分からないと思うんですよ、うん、まあ、福も去年の最後やっぱり打たれてましたし、うん、で投げるテンポであったりそういうのもちょっと変わったんですよ。だそこがやっぱりちょっと不安なところですね。だシーズン始まってそういう形になって、彼あこの2人を使った時に一番最初に、まあ、最初の3連戦でもいいです、ここでミスなく2人が終えることができたら固まってくると思います。
なんかその7回のメンツとかを見てると一番いいシーズンの一番いい調子だったら誰でもいけますね。いけますよね。いけます。でもおっしゃる通りその辺水物なのがなんかリリーフピッチャー特にそういうとこありますかね。あります。だから彼たちが例えば2年3年これが4年目ぐらいの選手だったらある程度実績去年のようなその成績を3年間収めてる選手だったらもう間違いなく不安なく書きます、うんうんうん、でも1年しかやってないんですよまだ、うん、あのピッチングを。だからそれがやっぱり次の年継続するっていうのはすごく難しいんですね。監督やピッチングコーチはその辺ちょっとドキドキしながら見てる。いや、 やっぱりすると思いますね。そこはだからそこが落ち着いてくれるとチームも落ち着くと思います。さあ続いて井端監督の勝利の方程式お願いします。はい。逆にビシッと決めてきましたね。そうですね、はい、まあ、副投手は、まあ、7回8回あたりの、まあ、ワンポイント起用なのかあと、まあ、疲れた時に7回だったり8回っていうのをたまにやらせればっていうところで7回はもう梅津、梅津を、まず1年間ぐらい長継ぎやってちょっと体力的なものもつけた方が先発にも生きてくんのかなっていうのと、はい、去年投げた時に延長まで 0-0 かなんかで行って投げてる時にどんどんエンジンかかってきて8回9回躍動感出てきたんで、はい、常にこの位置で投げた方がいいんじゃないかっていう。それちょっと難しいなと思うのは徐々に投げてるから上がってくるタイプなのかあのイニングという数字がいいのか難しいですね。いいのとやっぱり立ち振る舞いかっこいいしなんか出てきた時に威圧感与えられるのかなっていうので、うん、最終的にはそのできるなら9回行ってほしいなっていうのはありますよね。そのなんぞ打席入ってる時に立ち振る舞いかっこいいみたいのって関係あるんですか。で気合も入ってる時その時にもう結構な表情で投げてましたんで、はいはい、ああいうのを9回にやってくれれば人気も出るんじゃないかなと。その辺もGM としてはめちゃめちゃ嬉しいですけどその件の人気もやっぱりこうね先発だと年間20何試合ですけどこのポジション倍はいきますんで、うん、ええ、気合だったら負けてないですよ木下の顔もそうですね、はい、そうですね。谷重監督は、はい、梅津後ろで起用はどうですか。まあ先発がね梅津を入れなくてもちゃんと回るような先発があるんであれば、はい、後ろに持ってってね、うん、抑えてくれっていうこともあるでしょうけど今現状で言うと、まあ、先発がそんなにね、うん、豊富な感じじゃないですからなんとかここは、先発に入ってきてほしいなっていう感じだと思いますけどね。シーズンの中でこうなんていうんでしょうね先発やったり中継ぎやったりでちょっと配置換えがあるのってピッチャーにとってはどうなんですか。と、まあ、大変なんじゃないですか大変だと思いますよ。大変 だろうけどっていうところで、はい、あのチーム事情ってことですか。そうですね。でも最近あんまりないんじゃないですかね。あ、たまにあるか。なんかローテ落ちて中継ぎ調整をしようみたいことはありますかね。でも中継ぎで絶対行こうって言ってた選手が前やるのは割と少ないですね。井端監督どうですか。他にちょっとダイナミックな配置転換をいろいろ提案してもらってますけど、まあ、ダイナミックな配置あとここで言ったらやっぱジャリエル・ロドリゲスですか。まあ、これ先発余ったらですけど、まあ、こう中継ぎだったりとかもうフル回転でいいんじゃないかなと、うん、タフで何て言うんですかね。そうそう、馬力ありますか。馬力はあると思いますし、まあ、先発してある程度なんかちょっと4回5回ぐらいにちょっと抜く癖も去年あったんでああなるほどなるほど、1イニングだったらバシッとやってこいよっていうそうですね。やっぱり一回りいいピッチングしたらなんか次からちょっとなんかスライダー緩いスライダーに変えてみたりとかしてたんでこういう感じもいいのかなっていう。そうすればまあ祖父投手もだいぶ楽でできるんじゃないかな、はい、いやでもやっぱりプロの視線ってすごいね。面白いです。もう GM はそういう意味では素人だからもう全然わかんない。あ、6回ぐらいに抜いてんなみたいなことはちゃんとやっぱ見えてくるんですね、うん、
はい、盤石か大胆か、2人の監督が掲げた構想は実際にシーズンで使われるのか、膨らむのは夢ばかり。とここで島津アナから両監督に素朴な疑問が。あの名古屋ドームからバンテリンドーム名古屋に名称が変わりましたけれども、この印象はいかがでしょうか。名前の名前の印象、名前の、ね、はい、名前の大事かなと思います。田尻監督どうですか、はい、印象は。いやいや、まあやっとこう売れたかみたいなね。GM 的ですね、やっぱりちょっと GM 的ですね。やっぱ売れてもらわないと困りますからね。そうですね、やっと名前をつけてくれたかっていうね。はい、井端監督はバンテリンドーム、そうですね、バンテリンの頭文字取りは V なんで、ちょうどなんか語呂がいいのかなと。 V ドーム、なるほど、そこ来た V ドーム、 GM 嬉しい、ね、ね、V ドームね、はい、V ドーム、まあでも本当に、V ドームバンテリンドーム広い球場ですけれども、はい、他の球場と比べてどうなのかのデータをお願いします。はい、こちらにまとめました。本拠地の比較ですけれども、広い順にこれ上から並んでいます、うん、最も広いのがバンテリンドーム名古屋ということなんです。フェンスの高さも 4.8 メートルと高く、まあ、その結果ホームラン数は67本にとどまっているということなんです、うん、ただ気になるのがですね、これ東京ドームは1万3000平方メートルと非常に広くて、フェンスの高さもそれなりにあるにもかかわらず127本のホームランが出ていると、うん、どういうことなんでしょうこれは。井端監督どういうことなんですか。わかりません、まあ、イメージですよね。あそこ行ったらみんな飛びそうもないって言うんですよ、あ他球団。なるほど、あのジャイアンツ行った時にジャイアンツの選手がこの球場打席に入った瞬間に飛びそうもないっていうんで、でもそのイメージだと思うんですよ。ピッチャー出てきたらね、打てないって思うのと一緒で、ここはもうホームラン出ないって思ってるんじゃないかなとは思うんで、そのイメージがその結果に出てるのかなと思いますけどね。ホームラン打てないけど打たれないじゃないですか、うんうん、あのどっちがいいんですか。もうそのある意味じゃ狭くてホームラン出やすい球場と出にくい球場、はい、打つ方だと出やすい方がいいです。そりゃそうです、給料も上がりますし、監督としてキャッチャーとしてと、はい、広い方がいいです、ですよね、はい、で監督としてはどっちでもいいです。どっちでもいい、どっちでもいいです、はい、そういう選手を、そういう戦略を取ればいいと思います。なるほど、はい、岩瀬さん監督としてはそこまでこうホームランバッターがいないんで、うん、だったら、うん、広い方がいいのかなとは思いますよね。あの狭くしてたら相手にも打たれると思うし、かといってその割合がこっちが増えるかっつったらよそよりは少なくなるような気がするんで、だったら今のままの方がいいかなとは思いますね。今のドラゴンズってその今バンテリンドームかのありきの多分チーム編成になってるんですよ、はい、どっちにしても、はい、これはしょうがないですよね。なるほど、はい、悲願のペナント奪還へ、やはりマークすべきはジャイアンツなのか、両監督の戦略は。ジャイアンツありきのローテーションっていうわけにはいかないと思いますけどね、はい、もう優勝っていうことを考えると、もう一つのチームに限定するだけでは優勝はまず無理ですよね。はいはい、はい、だから全部のチームをやっぱり意識してやっていかないと無理ですね。動向は気にしてはいいかなと思うんですけど、まあ、直結してそこの戦いは変える必要ないのかなとは思いますよね、うん、まあ、本当に、うん、昨年以上にこう、ね、目先の一勝と、うん、月にね、負け越さないというような感じでやっていけば、まあ、ある程度9月とかその辺には上と何ゲーム差だとか逆に首位にいてもいいと思うんで、まあ、その辺でちょっとこうね戦いを変えていけばいいかなとは思いますけどね。今年他球団でこう警戒すべきチームとか、この選手警戒するみたいことを、まあ、阪神ですよね。佐藤選手入っただけでちょっとガラッと変わったなっていうのと、はい、打線が活発になってきたんで、でオープン戦見ててもホームラン結構出てるんですよね。他の選手も
昨年の入りよりかはいいのかなとは思うんで、うん、で阪神昨年開幕だいぶスタート悪かったのに盛り返したっていうところはやっぱ力あるんだなとは思いますんで、今年すんなり行った時には、うん、優勝までとかね、阪神はあると思います。これってこれもその外から見てる人間のイメージなんですけど、あの佐藤選手の今のオープン戦の成績って、はい、それこそ他球団のキャッチャーたちっていうのは今打っといてもらって構わないです、それと今の状況は試してるんですか、それとも、まあ、半々でしょうね。抑えに行きながらも試してるっていうで完璧に打たれてるっていう状態ですから、一生懸命今最終的にはどういうふうに攻めようかっていう、ここ1週間2週間でね、スコアラーがちゃんと出してで対戦した映像を見てですね決めていくんじゃないですか、最終的な攻め方っていうので、まあ一回り、当たったぐらいにもう一回、どこが打てるどこが打てないっていうのをもう一回出して、でもう一回攻め直していくとかね、そういう作業になると思います。キャッチャーはこの時期にどうやらここにウィークポイントありそうだなと思ったのは本番までいかないんですか、はい、それともシーズン中までですか、はい、あ、多分いかないと思います。オープン戦ではいかないと思います。うわ、ちょっとプロってやっぱそこゾクゾクしますね。で、まあ、最初の対戦の時にまず行くでしょうね、その、はい、弱いとされているところを多めに攻めていくと思います。で それを開幕乗り越えるようなことがあると佐藤じゃ相当すごいだと思います、ということですね、はい、さあ最後になりますが、まあ、これあんま聞きたくないんですけど、ドラゴンズで不安なところをちょっとポイントをあのお二人とも聞きたいんですが、正直昨年からのその上積みっていうのが正直あまり感じられてないところですね。だから、まあ、今日ずっと喋ってましたけども、下からの押し上げっていうのがもう少し頑張ってほしいなと、そこが押し上がってくるとチーム力って絶対上がっていきますから。さあ、そして井端監督どこですか。いや全く一緒ですね、まあ、ある程度昨年いた選手ってこれぐらいかなっていう、上積みしてもこれぐらいかなっていうイメージになると思うんですけど、やっぱりこう若い選手って、ね、いきなり30発っていう可能性もあると無限大だと思いますんで、その辺が1人2人ってね出てこの来た時には昨年よりも上に行くんじゃないかなと思いますけどね、ピッチャーも含めて。でもやっぱり GM が楽しみにしてる根尾、石川、岡林あたりが成長すれば、うかうかしてられない選手たちも成長して、はい、層も厚くなりチームも強くなるということで、そうです、よろしいですか、はい、クラブ新記録の開幕5連勝11年ぶりの J1 制覇へと突き進むグランパス、今夜はもしドラに続いてもしグラスペシャルをお届け。題して今シーズンもしグランパスのファンになったら、レジェンド OB レフティーモンスターの小倉貴文と、昨シーズン現役を引退 J リーグ通算最多得点の佐藤久人がどこよりも分かりやすく解説。どうなんだ、蓋を開けたら強い、もう 100% 優勝争いはするだろうな、はい、2人も絶賛、再び優勝の歓喜へ。グランパスが優勝っていうことを考えると、柿谷がどれだけ点を取れるか、自分の戒めも込めてそうじゃないぞ天才柿谷を筆頭に大型補強で一気に熱くなった選手層、今シーズンの戦力を徹底分析しちゃいます。ゼロで抑えとけば負けはしない、うん、もはやグランパスのお箱とも言える宇野ゼロ、今のチームには1点さえあれば十分、5試合でわずか1失点、鉄壁の守備陣の凄さとは。川崎が最強の矛だとしたら、まあ、グランパスは強固な盾として、ストップザ川崎、最強の矛に立ち向かえるのはグランパスだけ。優勝確率どうどれぐらい佐藤さんどれぐらい決定率高いか。強いだけじゃない、サポーターもナンバーワンへ。 J
去年 J リーグ最多動員の秘密にも迫ります。一度さえスタジアムに足を運んでくれたらハマるっていうきっかけを与えることができるんだぞ。己も結果も全てを超える。サポーターはもちろん、これからファンになる方もきっと楽しめる。もしぐら開幕。さて、スタジオにはサッカー解説者の小倉隆文さん、そして昨シーズン21年間の現役生活を終えた佐藤寿人さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今夜はですね、グランパスについてたっぷりとお話伺っていこうと思うんですが、まずは所長、椅子の座り心地はいかがですか？もうなんか変わった椅子、俺だけこれほら隠れてわかんないけど。そうなんです、すごい椅子座ってんだけど。はい、こちら実は改修中のパロマ瑞穂スタジアムで実際にベンチで使われていた椅子なんですよね。まあ、スタジアムを改修するにあたってファンサービスの一環としてこのベンチを販売しているということなんです。すごい、こういうのってさ、見た目重視とか記念重視かと思うと、すっげえ座り心地いいですよ。もったいないな、俺座ってると全く皆さんがお店のことなんですよ、ただの白い塊になってるからねさあ、まあ椅子はさておき、はい、さあまずはですね、こちらに今シーズンのグランパスの戦力をまとめました。まあ、あの去年リーグ3位になりまして、で、今年も絶好調だとでいて、今シーズン前大型補強もありました。でこの補強の中には代表経験者相当数入ったりとかですね、ちょっとワクワク止まらないわけですけれども、いや、まあ本当にこうやっぱり新加入、まあここには、柿谷にいますけど、斎藤学、木本、森下と、まあここに長澤もいますね、はい、まあこれだけのメンツを去年3位のグランパスが入れたということで、まあ注目度は高いですし、どうなんだといったところで蓋を開けたら強いですね。しかもフィッカデンティ監督の色がまあ色濃く出てる試合が多いですね。やはりあの昨シーズンのメンバーがあのベースにはなってるのかと思いますし、あの開幕戦はあのスタメンで出たのがあの新加入の柿谷選手一人だけだったので、はい、まあ、そういったところもあの昨シーズンのメンバーに対してあのマシオ・フィフカデンティ監督が信頼してるなっていうのはすごい感じますし、まあ、そこに対してあの新加入の選手がどれだけあの自分の色をこうプラスアルファに出していけるかっていうところが注目点かなと思いますね。小倉さん、優勝確率どれぐらい？優勝確率どれぐらい佐藤さんどれぐらい？ちょっとシュートチャンスになんでパス出してるんですか横に。いや、決定率高いからやっぱり自分でシュートしてくださいよ。可能性として今のこの、試合の消化でいくと、僕は60。おお、厳しめにいきましたね、はいはい、メンバー見てもらって、あの久里が言ったところの部分でも、去年がやっぱベースになっている、はい、やはり選手層は厚くなったといえ、やっぱ新加入になってフィッカデンティ監督のサッカーというものをしっかりと体現できるまでには、すぐにっていうところに なってないなっていうことでもあると思うんですよ。なるほど、脅かしてないなと。なるほど。でそれを考えると、この後で例えば左サイドバックの吉田が怪我した、はい、じゃあ真ん中が硬いぞ、丸山中谷のどちらかで、じゃあ木本を入れてもっていった時にはどうなるのかなっていう不安は、まだここが去年がベースになっている分ちょっと厳しい目になってしまうから、プラス川崎も調子がいい、そこ見とかないとなんですよね。そうなんですよ、はい、オグさんが先ほど 60% ってことを言ってましたけど、僕はその優勝争いっていうことに関するともう 100% 優勝争いはするだろうなって、はいはいはい、まあ、最後の優勝するっていうところは先ほどあの川崎の強さっていうところがありますし、ただそのグランパスのやはりその守備の強さ安定度っていうのはまあ川崎にない部分だと思うので、ただ若干不安要素はまだまだ得点源とされる選手が現れてないなっていうのはこの4試合では感じるので、だから当たり前のことですけどね、その厳しい試合を、じゃあスコアレスのドローで終わるのか、なんだか分かんないけど1点ねじ込んで勝ち点3取るのかで、それは優勝って見えてくるわけですもんね。まあ、そういったところも
考えるとやはりシーズン通して2桁取る選手は、まあ、フォワードにおいて2人ぐらいは欲しいなっていうのは感じますし、まあ、それが、まあ、昨シーズンマテウス選手は9得点だと思うので、まあ、やはりそれでもやっぱり2桁いってないことを考えると、まあ、新加入の柿谷、まあ、もちろん昨シーズンも点を取った前田っていうところにかかる期待は大きいのかなと思いますけどね、はい、でも頼もしいのはその優勝争いまでは 100% なんだと、うん、でサッカーに絶対がないあたりがその先の、はい、やっぱり60になるし、うん、それ80になれば御の字だしみたいな、うん、そういうことですね。でも数字言ってないよね。あ、見てた。すごいね、見事なドリブルはしてたんですけど。優勝争い 100%、 100%、 優勝する確率は、はい、確率ですか。優勝確率僕 70% ですね。ちょっと期待は俺より少し、はい、ちょっと上手、ね、やっぱり期待感も込めて。去年 J1 歴代最多タイ17試合でクリーンシートを達成しリーグ最少失点を誇った鉄壁の守備陣。ゴールキーパーは今年も神セーブを連発、不動の守護神オーストラリア代表ランゲラック。センターバックは強いリーダーシップで最終ラインを統率、キャプテン丸山雄一と、一昨年去年と2年連続全試合にフル出場、闘争心あふれるプレーで見せる鉄人中谷慎之介。サイドバックには強靭な足腰で左サイドを制圧、攻撃参加も得意な吉田豊と、冷静な状況判断は今年も健在、ここぞの場面では得点にも絡む宮原和也。その他にも去年25試合に出場し飛躍の時を過ごした若き逸材成瀬俊平、さらに新戦力ではセレッソ大阪から空中戦に強い木本康樹と、サガン鳥栖から森下亮也の2人の即戦力が加入。厚みを増した陣容で堅守に磨きがかかった。さあ、収録時点、ここまでわずか1失点です、小倉さん、はい、今年も守備陣安泰ですか。まあ、まだ4試合消化といったところですけど、うん、守備はやっぱりフィッカデンティ監督のやる組織的な守備、うん、安泰だなというふうに思いますね。チーム全体の守備意識も高いんですけど、やはりこの両センターバックですよね、丸山中谷、もちろんあのキーパーのランゲラックも含めて最終的にゴール前でしっかり跳ね返す力があるので、やはりここは相当硬いなという印象ありますね、はい、これはもうそれこそ攻める側からしたらこの3枚嫌ですか。そう嫌ですね、まあ、最初はやっぱりあのペナルティエリアの中で跳ね返す力が高いので、まあ、押し込まれても最後のところで体張れますし、まあ、もちろんそれ以外のところの全体的な守備意識も高いので、なるべくまあその攻撃側の選手は自由をこう持ってプレーしたいんですけど、その自由を与えてくれないあの守備ラインかなと思いますね、はい、守備がしっかりしていることと、その逆に言うとその一番前の攻撃の気持ちみたいのは響き合うものですか。まあ、自分はそのストライカーとして点を取るっていうところで、あの後ろがどれだけ信頼して前を見てくれてるか、逆に前の選手も後ろがそういった形で体を張ってくれると、しっかりこう限られたチャンスで点を取って後ろの気持ちに応えたいっていうあの精神状態になるので、そういった意味では今非常に前と後ろのその信頼関係っていうのはより強くなってるのかなっていうのは感じますけどね。うまく回ってるんですね、はい、そうですね、はい、あの俺たちちゃんといつか取ってやるしっていうのと、うんね、耐えてくれるからいてるっていうのになるんですね。そんな中で今度は、両サイドバックのチームへの貢献度っていうのはどんな感じ。じゃあ佐藤さんから聞きますか。特に吉田選手 の、 あの、まあ、前の推進力だけではなくて、逆サイドにボールがあった時にしっかり中にこうポジションを取ってセンターバックの助けをするっていうのは非常に何度も、開幕戦から見られますし、まあ、そういった守備の予測っていうのが非常に長けてるのと、あとは本当に人に対する強さっていうのが感じられるので、もうここはもう本当に守備もしっかりしてますし攻撃の起点にもなっているといったところでは、まあ、ちょっと替えが効かないなっていうような地位を築いてますね、うんうんうん、守備意識の高さが徹底されている今シーズン。
それを象徴するシーンを小倉さんが生解説。これ開幕戦の福岡戦なんですが、これあのグランパスフリーキックなんですが、赤い丸が米本選手、はい、で、黄色い丸が、丸山選手ですね。でまあちょっと見といてくださいね。で奪われた、でクリアされて戻ってるわけですけども、まあ、ここで待ってる選手がもらったけど、ここで奪われた、ここですね、この帰りで、ここ米本選手が挟んで奪って、まあ、ファウルになってしまったんですけど奪ったっていうシーンなんですけど、ここでしっかり鬼人と言われる奪った瞬間にボールサイドはしっかり抑えて、で後の選手たちはしっかりバランスよく相手の選手を見ながら帰ってる、ここが本当に素晴らしいんですよね。だからここをできるようで、当たり前のように思うんですが、遅れてしまうとあそこが例えば1対1ボール取ったところが1枚だけだと剥がされた瞬間にもうピンチになる、でそこをしっかり押さえておくことによって時間を稼ぐことによって逆に中は数的優位になってという、だからまず取られたら帰るんだって基本なんですけど、これを徹底できるかどうかっていうのは勝敗に大きな作用する大きなポイントプラス、フィカデンディ監督はここはかなり選手に求めていることじゃないかなというふうに思います。ここまで5試合を終え、わずか1失点のグランパス。1試合あたりの打たれたシュート数も平均 5.6 本とリーグ最少なんです。もちろんシュートを打たせてもこうランゲラクっていう素晴らしいキーパーがいるんですが、はいはいはい、もうそれだけじゃないんだなっていうのは数字見ても改めて思いますね。シュートさえ打たせてない一番、もうここが結局シュートを打たせてないってことはシュートがなければ絶対失点はないわけだ、うんうん、でそれが一番最小っていうことはそれは確率もかなり少ない、これはもうやっぱりかというような数字だと思うんですけどね、うん、ランゲラックとその前2人だけの手柄ではなくて、はい、その段階に もう持ち込ませなくて、はい、持ち込まされてもここがいるっていう、そうですね、その前の段階でやはりボールがホルダーボール持ってる選手に対して1人2人とやっていって、もう攻撃にさえもさせていないというシーンもあるってことですね、うん、チームの振動ボランチを務めるのは激しいコンタクトも恐れない天性のボールハンター米本拓司と、去年 J1 全選手の中で最も走った男、チームのダイナモ稲垣翔、そして元日本代表ユーティリティプレイヤーの長澤和樹が加入し、過密スケジュールへの備えも万全。トップ下にはガンバ大阪、川崎フロンターレで数々のタイトルを獲得、優勝請負人阿部裕之に創造性豊かなプレーでアシストを量産、来日5年目のガブリエル・シャビエルが攻撃のタクトを振るう。さあ小倉さん、はい、終盤の中で注目すべきはどこでしょう。まあやはりこのダブルボランチと言われる稲垣米本、はい、ここの2枚のこの攻守における存在感というのは際立ってるかなというふうに思うんですけどもね、ピンチとなればそこを攻撃の目を相手の攻撃の目を積んでいき、奪ったとなったら今度は攻撃に対してこうタクトを振るようにしっかりボールを散らしていくといったところでは非常にこの2人バランスよくできてるんじゃないかなというふうに思いますね。なんかサッカー初心者って、シュートを打つ人がすごいのは分かります。シュート止める、例えばゴールキーパーなんかもファインセーブすごい分かります、はい、その中でこういう中盤のボランチみたい選手のここがすごいをすごく教えてほしくて、はい、例えば稲垣選手ここがすごいんだっていうのはどこですか、はい、ちょっとねそれ映像僕ちょっと稲垣選手のここっていうのがちょっとすぐただ見てるとね流れてしまうんですよ、はいはい、所長が言うようにこれちょっと見てもらうと分かりやすいんじゃないかなと思うので、はい、これ稲垣選手まずダイレクトでここでパスするのが素晴らしいんですが、これちょっとその後見ててください。一旦画面から消えます。で攻撃がありました。山崎シュート打った、取られました。ここでうわーいるんだ、分かりますか。分かります。ここで離しておくと今度はここから攻撃相手の攻撃を受けてしまうわけで、それを潰してしまう。なのでここでしっかり取ってしまう。この後ちょっと悔しがってますよね、うん、これ自分のボールして外を出さずにそのまま攻撃につなげたいという、なるほど、それぐらいの意識でやってますから、だからこういったところを
さすが稲垣って見てもらえるとサッカーの面白さまた一つ発見できるんじゃないかなと思うんですけどね。だ僕なんかするとこういうことを教えてもらう と、スタジアムに行ってしかも少し知ってる友達と見たいってなるんですよね。結局テレビはのスポーツ中継はカメラが撮ってるところがまあまあ分かるけれども、あの間どう動いてんのっていうこととかは、まあさらに彼の魅力が分かるところなんでしょうね。そうですね、攻撃の身を摘むっていう言い方するんですけど、はい、アイプレーは、はいはい、やはりあそこら辺はこうサッカー戦術に長けてたり読みだったり来るなっていうようなところがしっかり分かってる。佐藤選手から見てこの稲垣選手の凄さどこですか。いや、あの五郎ちゃんはまあ、その危機察知能力が五郎ちゃんいや稲垣なんで、はい、広島ではあの五郎って呼ばれてますそうなんですか。名古屋で五郎って呼ばれてるか分かんないですけど五郎ちゃんって言われたらみんな分かんないです説明がすごいいますよねものすごいですよ。2段階ぐらい飛んでついてるニックネームですからねそれね、まあ、あの五郎ちゃんって呼びます。はい、覚えました、はい、覚えたんで大丈夫です。五郎ちゃんの良さは本当に、まあ、危機察知能力がすごいっていうところと、まあ、あの常にこう頭が動いてる、まあ、先ほどあの映像もありましたけど次にどんなプレーになるかって予測ができてあそこのポジションでカバーする、あの、まあ、柏戦のゴールなんかも、彼が中盤でボールをカットしてそのまま足を止めずにゴール前に進入して最後キーパーがジータンを詰めてゴール奪いましたから、まあ、そういったところで次どんなプレーになるのかっていう予測ができるっていうところが、まあ、五郎ちゃんの素晴らしいところかなと思いますね。それ何なんでよく言いますよね、その例えば野球では野球脳とか、うん、それからあとサッカーサッカー IQ みたいな言い方しますかね、はい、うん、それは何なんその正体は。なんでしょうね、うん、勝負のあやが分かるみたいなところですかね、うん、試合の流れゲームそのもののところでの部分をしっかりと加味した上で動ける判断できるっていうのが IQ 高いっていうことかなと思うんですけどね、うん、やっぱりいかにそのグラウンドレベルで試合を重ねてこう経験していくか、あの成功体験もそうですし時にはまあ失敗を得てあこういうことをすれば次こう対応できたっていうところでは、あの稲垣選手はまあ甲府もそうですし広島もそうですし、まあ今名古屋でいろんなクラブでいろんなサッカーを経験してきてるからこそ、まあそういう、こう危機察知能力、まあサッカー IQ がどん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 高まったのかなと思いますけどね。得点力のアップなくして優勝は語れない。現在怪我でリハビリ中の金崎に代わり開幕戦でワントップを務めた山崎亮吾、ウイングには福岡との開幕戦で早速の2ゴール、抜群の身体能力で相手を翻弄するマテウスや東京オリンピック代表入りも期待されるチームの韋駄天、相馬勇紀。相手ディフェンダーを切り裂くドリブルが持ち味、前田直樹と個で打開できる選手がずらり。新戦力ではかつて和製メッシとも呼ばれたドリブラー斉藤学が川崎フロンターレから加わった。そしてなんといっても今シーズン大注目なのが柿谷陽一郎。皆さんの、驚くような顔を見るのが好きなので、そういうプレーをたくさんできるように。わずか16歳という若さでプロ契約しセレッソ大阪で主に活躍した柿谷、日本トップクラスのテクニックで多くのサッカーファンを驚かせ呼ばれた名は天才ことジーニアス。31歳を迎えた今年、並々ならぬ思いでグランパスへとやってきた。やっぱり名古屋さんが2年連続でもう一回輝いてほしいし一緒にやりたいっていうことを伝えてくれたので、去年は24試合中先発出場わずか6試合、天才と呼ばれる男は出番に飢えていた。2月の沖縄キャンプ、ハードワークを求めるフィッカデンティ監督のもと厳しいランニングメニューをこなしてきた。プロになってから一番じゃないかっていうぐらい練習がきついので、まあきついっていうか、まあでも楽しいですけどね。同い年の吉田も
その献身的な姿に驚きを隠せない。選手の長所を生かしてあげられるようなプレーもできるので、そこはやっぱさすがだなっていうところはありますし、ちょっと驚いたのがあんなに守備をしてくれるんだなっていうのはちょっと驚きだったんで、まあ、引っ張っていくっていうところではすごい頼もしいなっていうところはありますね。迎えた J リーグ開幕。新天地での第一歩はトップ下でのスタメン出場。すると前半4分、前線の選手にパスが通りやすいよう体を張って相手選手を止める柿谷。このパスが相馬に渡り、ボールはマテウス。柿谷の献身的なプレーがゴールへとつながり、チームは最高のスタートを切る。そして柏戦では初めてのワントップ。後半13分、懸命なヘディングは惜しくも阻まれるが、稲垣が押し込み、これが決勝点。全試合に出場しクラブ新記録の開幕5連勝に見事貢献した。リーグ優勝への鍵は天才が握っている。僕自身も自分が、ゴールという形で皆さんに迎え入れてもらいたいという気持ちもありますけど、正直それ以上に、勝ちに貢献するっていうところ、結果ゴールがつながればいいかなっていうふうには、位置づけで今やってます。いやちょっとなんかグッときちゃうような VTR、 特に柿谷選手のところなんですけど、さあ佐藤さん、はい、柿谷選手の良さ凄さは。もちろんあの技術非常に高い選手ですし、本当いろんな場所で経験はしてきているので、もちろんゴール前で仕事をすることが多いと思うんですけど、献身的な守備もそうですし、まあ、起点になるプレー、あとは本当に技術の高さが見られるファーストタッチっていうのは、本当にお金を払って見るべき選手だなっていうのは感じますけどね、はい、でそれとそのチームメイトの声もありましたけど、こんなに守備やってくれるのっていうか、ね、あの辺がちょっとグッとくるんですけど、やはり若くして、まあ、プロになった分、まあ、正直鼻が伸びた時期もあって、で徳島行ってしっかり叩き直されて戻ってきたんですけど、まあ、海外行ったりいろんなところの中でいろいろ自分でも分かんない部分で、まあ、今回の名古屋の移籍をきっかけに何か自分でも変わりたいという意識があったんじゃないですかね、うんうん、それがあの開幕戦 の、 その、まあ、吉田が言ってましたけど、こんなに守備するんだと、本当に守備もしっかりしてたので、あの意識がだいぶ変わって、このグランパスでやるぞという気持ちが出てるんだなと思うんですが、書きたいならダメですよ、うん、チームが勝ってあのやれば大丈夫です、じゃあダメなんですよ、やっぱ柿谷クラスは点も取ってもらいたい、うん、やはり前線の選手で何が一番評価されるかってゴールなんですよ、うん、だから柿谷はゴール取れる選手なんで、うん、やはりゴールにこだわってほしいなって、うん、はい、それは佐藤さんおっしゃるところの2桁点取る選手は欲しいんだとかもちょっとつながるんですかね。そうですね、あの、まあ、彼は2013年に、リーグで23点取ってるので、まあ、最低でも本当に2桁取れますし、多分15点ぐらい取れる力はあるので、うん、まあ、本当にあの厳しいこと言うと、まあ、ほどあの先ほど浦さんからもお話ありましたけど、そのチームの中の一員ではなくて、やっぱりスペシャルワンとしてグランパスでも輝いてほしいですし、まあ、それこそ本当にグランパスが優勝っていうことを考えると、まあ、柿谷がどれだけ点を取れるか、そこでまたチーム全体盛り上がりますし、まあ、そこも、まあ、なかなかこう口に出せない部分であると思うんですけど、まあ、多分うちに秘めてる部分はあると思いますけど、あの点を取っていけば少しずつそういうのもオープンになっていくのかなと思いますけどね。そしてもう一人、柿谷選手の他にも久里さんが注目している選手が、まあ、やはりあのオリンピック世代の相馬ですね、はいはい、ちょっとあのまた所長にも相馬の映像をちょっと見てほしいので、はいはい、まあ、これあの札幌戦の得点シーンの映像なんですけど、まあ、パッと見本当にここで相馬が合わせたっていう、まあ、簡単なシーンに見えるんですけど、はい、ここで相手のディフェンダーの背中からポジションを取って、相手のディフェンダーにこう気づかれないようにポジションを取る、もともとやっぱりあのサイドでプレーする機会が多かったので、まあこういう外から中に入っていく判断というのがより良くなっていくと、
まあ、得点の数が増えるのかなと思いますし、また彼も得点源の一つとして注目してみたいなと思いますね。明らかにあのディフェンダーやられたっていう動きしてますもんね。そうですね。そこであの、まあ、外側から入るのか内側から入るのかの判断だけで、まあ、相手のマークを外すっていうところにもなるので、はい、そういう意味ではあの彼の判断っていうのは非常にいい判断だったのかなと思いますね、はい、相馬選手とかも着実に成長してるんですか、うんうん、そうですね。本当にあの、まあ、もちろん移籍もしましたし、あとはあの日の丸つけた試合を経験したり、まあ、いろんなポジションも彼はやりましたし、まあ、そういったところでオリンピックイヤーっていうこともあって、あのもちろんそのグランパスでの競争の方がオリンピックのメンバー選考以上に激しいですからはい、はい、そういった意味であの危機感もあると思いますし、また彼は攻撃だけではなくて特に開幕戦の福岡戦で非常に素晴らしい守備も献身的な守備もしたので、まあ、そういった意味でも攻守両面において非常にあのキーになっていくのかなと思いますけどね。痩せたよね。痩せましたね、はい、顔がしっと。そうですね、5キロぐらい5キロぐらい絞ったらしいです。僕の5キロは誤差ですけど、でもアスリートの5キロは体験じゃないですか。でもそのことでプレーもやっぱり良くなってるんですか。切れましたよ、ね、そうですね、切れ増しましたね、はい、そんな相馬選手が起点となって攻撃に連動性が生まれたシーンがあるんです。それが2節の札幌戦後半30分のシーン。まあ、ここで1回前田のパスがずれるんですけど、まあ、相馬がワンタッチ得たことで、まあ、3人目の動きで前田がまあシュートを打ったっていうシーンなんですけど、まあ、前田がここパスずれた時に前田が1回チラッと中を見てマテウスの位置を確認したところで、まあ、自分がシュートを打つ位置に入っていった、まあ、もちろんその相馬のダイレクトを入れたっていう選択もそうなんですけど、あの前田選手はやはりあの特徴的なプレーはドリブルして自分でシュートを打つっていうところなので、あのそうじゃなくてあの動きのところでシュートに入っていくチャンスを作るっていうところができてくると彼も得点源になっていけるポイントかなと思いますね。は、はい、こう出てからではなくもう連動しますよね、うん、出せよでも走り出してる、うん、やっぱそれだとどうなるか相手はついてこれないんですよね、うん、だからそこが結果じゃあ最後の先ほどのシーンは前田のシュートが決めきれてなかったりとか、うん、言ったのを決めていくともっとグランパスとして その幅だったりとか相手が守りにくいだったりとかいうのが出てくるので、そこの精度をどれだけ上げれるかで自分たちのその形っていうのをいかに持てるか、ここがポイントになってくるかなと思うんですけどね、うん、はい、強いのはチームだけじゃない。サポーターもリーグナンバーワンへ。去年 J リーグ最多動員のグランパス、人気クラブまでの道のりとは。最高の思い出とハマるっていうきっかけを与えることができるんだぞ。これを見ればスタジアムへ足を運びたくなること間違いなし。皆さんご存知ですか？グランパスが今 J リーグの中で一番熱いクラブだということ。去年のコロナ禍において J リーグ最多のおよそ16万人を動員し、観客数リーグナンバーワンを達成。熱烈なファンが多いことで知られる浦和レッズの19年連続ナンバーワン記録を破る快挙なんです。グラフで見てみても2019年にはピークとなるシーズン52万人を達成。まさにうなぎ登り。なぜ今愛知の人たちはスタジアムまで足を運ぶのか。強いだけじゃない、そこにはクラブの並々ならぬ努力がありました。これを見たらあなたもスタジアムへ行きたくなる。グランパス人気クラブへの道のりに迫ります。今から8年前クラブに衝撃が走りました。毎年行われている J リーグ感染者調査のクラブに対する愛着度を測るアンケートでグランパスは18位、なんと最下位だったのです。マーケティング部部長の戸村さんは当時について。まあ、それは本当に非常に大きなショックを受けましたね。もう名古屋愛知出身の方はやはり
まあ、郷土愛が強いというか、まあ、地元が好きな方が、まあ、比較的多いのかなというふうに思ってまして、クラブに対する愛着度というのも、他の地域に比べたらですね、やはり高いのではないかと、まあ、勝手にこう我々としてはこう思い込んでいた部分もあるんですが、危機感を感じたクラブスタッフ、本気で改革に乗り出します。重視したのはまずスタジアムへ足を運んでもらうこと。2010年のリーグ優勝以降伸び悩んでいた観客数、リピーターが大半を占め、新規の人たちに足を運んでもらうことができていなかったのです。課題を何とか打開しようと話し合った結果、一つの軸が生まれました。やはりあのスタジアムを中心にして、グランパスで皆さんが、一つになる、本当にあの精神的な距離もそうですし、あの物理的な距離も含めて人と人の、まあ、距離を、つなげていくというところが一つのテーマではあったと思うんですけども、それはこれまでのスタジアムからの脱却、来る人みんながつながりを持てる空間づくりを目指したのです。スタジアムに来る理由も人それぞれ。ぴったりじゃない、どっちが本物か。アンケートから得られた様々なニーズに応えられるようユニークなイベントを行い始めます。例えばグランパス男祭りではプロレスリングを設置し試合前に生観戦、ガールズフェスタでは応援するためのメイクを体験できたり、女性専用のオリジナルユニフォームを配布、またピッチのすぐそばに車を置いて座席から試合観戦できるなど、車好きな人でもワクワクするようなイベントを企画してきました。サッカーに加え誰もが楽しめるスタジアム作りを積極的に推し進めたことで、家族連れやライト層などこれまでサッカーにあまり触れる機会のなかった人たちが集まり始めたんです。そして過去最高の盛り上がりを見せたのが、この夏名古屋グランパスが名古屋愛知を熱くする、さあ行こうぜシャチの大祭典。夏休み期間中にシャチの大祭典と題し、1ヶ月にわたって大規模なお祭りを展開。期間中子供が楽しめるような出店だったり、さまざまなアーティストがライブを行ったりと盛りだくさんの内容。ホーム全4試合全てチケット完売という快挙を成し遂げ、スタジアムを熱く赤く染め上げました。ちなみにこの時のポスターを見てみると、サッカーに関するものが映っていないんです。ゴールデンウィークとか夏休みとか、新しく足を運んでいただけるタイミングの時はサッカーそのものももちろん興味持っていただきたいんですが、なんかレジャーとしてスタジアムってちょっと楽しそうだなと思ってもらえるプロモーションだとかクリエイティブを作ることが大事かなと思ってますので、あえて選手の画像だとか使わずに楽しい雰囲気を伝えるっていうことを目的に作っています。コロナ禍においてもサポーターとのつながりがなくならないよう地道な努力を行いました。移動自粛でアウェーまで応援に行けない人たちのためのドライブインパブリックビューイング、共にシャチがシンボルの名古屋港水族館とコラボ、全国初となる水族館でのライブビューイングが開催され、難しい環境においても工夫を凝らしました。15年にわたりスタジアム DJ を務めるヨーヨー陽介さんもサポーターの変化を感じています。白が増えたな。昔はもう少しサポーターとクラブ、まあ距離があったように感じた部分もあるんですけど、もうどんどん
こう近づいてるというか、お互いがお互いのちゃんと声を聞くようになって、お互いがグランパスのホームゲームのために何かできることないかって考えながらやっているんで。そしてもちろん忘れてはいけないのが試合での感動体験。サポーターとの絆がよりつながった一戦があります。 J1 で優勝した2010年とはまた違う果てしない喜びっていうのがそこにあって、であの時経験してる人はもう多分中毒になってんじゃないですかね。やっぱり2017年、1年での J1 昇格を目指しプレーオフ決勝まで勝ち上がってきたグランパス、引き分け以上で昇格が決まる一発勝負。もう張り詰めた空気感っていうのがもう満員のスタジアムの中にもう全員が持ってた。佐藤久人さんも当時キャプテンとして出場。試合は序盤から一進一退の攻防。一瞬も目が離せない展開が続きます。そして迎えた歓喜の瞬間。全員が一体となって勝ち取った J1 昇格。サッカーを通して得られる感動体験こそがグランパスファミリーを一つにしました。悲しみと喜びっていうののこのアップダウン、そこまで日常生活してる時に起こらないじゃないですか。だから一度さえスタジアムに足を運んでくれたら最高の思い出とハマるっていうきっかけを与えることできるんだぞっていうのはあるんじゃないかなと思います。データを見てみても J2 を過ごしたシーズンは集客が落ちることなくむしろ上昇。ファンクラブの会員数も18年以降増加し今に至るんです。そして今シーズンもまた新たな幸せを届けようとイベントを練り続けるグランパス。先月開いていた会議は2年ぶりに開催される予定のシャチの大祭典。どこまで言うかですけどまあシャチの大祭典については、まあ、選手もその期間限定で着用するユニフォームのデザインも、ほぼほぼ決まってきてますし、そのユニフォームをぜひスタジアムに来ていただいたお客様にも着用していただきたいなというふうには、よりこう皆さんに一つになって楽しんでいただける企画を考えてますので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思っています。リーグナンバーワンとともにサポーターもナンバーワンへ。これからもグランパスは挑戦を続けていきます。もう右肩上がりで動員が増えて、でさらには去年のコロナ禍っていうね、とても普通に考えたらサッカーどこじゃないような時にもあれだけのお客さん来てくださって、それこそ佐藤さんがキャプテンを務めた時にこうサポーターの距離がぐっと縮まったなんていう話も。自分が2017年シーズン始まる時にグランパスに加入したんですが、その時にクラブに言われたのが、選手がこうファンサポーターの人に向けて挨拶するときにどうしてもこう、まあ、そっけなくこう選手がこう最後退場するのが多いから、そういうのも変えてちゃんとまあ応援しに来てくれてる人たちのしっかり顔を見ながらよりこう距離を縮めてその感謝の思いを伝えよう、そういうのを伝えてほしいっていうのを言ってもらえて、まあ、自分もキャプテンだったので選手にそういった形で、まあ、そういったものがその12月のJ1 復帰っていうところにつながったのかなと思いますね。はい、
あの VTR に出てきましたマーケティング部の戸村さんからも、うん、はい、あの佐藤選手にすごくお世話になったという話があったんですけれども、はい、あの当時そのスタッフに対してはどんな思いで見ていらっしゃったんでしょうか。いや、 あのやはりあの選手の立場からすると、はい、いろんなことをやるっていうことはどちらかというとやっぱりこう競技に集中したいっていう側面はあるので、いやちょっとやりすぎなのかなって思う部分はあったんですけど、ただ本当に蓋を開けてみるとたくさんの人が常にスタジアムに来てくれてますし、選手がいろんな活動をすることで本当にいろんな人に今興味を持っていただいて、実際こうスタジアムで応援していただけてる、本当にこうグランパスが日常にあるっていう形になってきてると思うんで、まあそういう意味では選手としてもそういった社員の方々のまあ頑張りっていうのはすごいまあこうリスペクトできるものですね、はい。さて、あのユニークな企画をたくさん行ってきたグランパスなんですが、ちょっとやっちまった企画があるんです。ご紹介します。クラブ初のユニークなイベントとして、なんとスタジアムの外にサウナを設置。これはやべえ企画を思いついてしまったぞ、はい、これは盛り上がると言って関係者はまあすごく盛り上がっていた、ざわついていた。やべえだ、なんか ね、そのグランパスも暑いけどサウナも暑いぜみたいな、はい、そうですそうです、うん、すごく盛り上がっていて、結果当日どうなったかと言いますと、 お客さんはパラパラいるかなといったところ、うん、そうなっちゃったのかな、ね、それもそのはずなんです。これ行ったのが30度以上の真夏、なぜその8月にやってしまった、はい、この反省を生かしまして翌年からは秋に実施、今やもう名物企画になっているということです。ごめんね、なんで最初に思いつかなかったのかな。だってもうかなり水分も失ってるところにどうしてサウナ行くって思っちゃったのかな。その他にもグランパスというのは女性ファンにとっても優しいということなんです。例えばこの私が着ているもの、ガールズデーに女性ファンに配られたものなんですが、ある工夫がされています。所長何か分かりますか。見せてくれてるのに、あでも最初持ったのはポッケとかついてんのかな、女性ってちょっと小物持ってたりとかするかなと思った。それはないよ、ね、特にないですね、じゃあ当てに行きます、はい、日焼けがしづらい。あ、 UV 加工ですか。そう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 。では毎日早いな。ありません。うん、おそらく。なんで佐藤さんまで加勢させた後で、ではありません。俺の段階で俺だけ恥かかせればいい、はい、これあの前開きになっているんですね、ここボタンがついていて、あの女性は、まあ、メイクこう上から来てしまうと脱ぎ着する時にメイク取れてしまったりとか、髪の毛崩れてしまったりするんですが、それがないと。小さな気遣いなんですがすごく嬉しいんです。お家から普通にメイクしてきてスタジアムでかぶりだとそれが全部その取れちゃうしついちゃうしだから、なるほど。今年もさまざまな企画が用意されているという情報が入っていますので、今年も楽しみにしています。去年数々の J1 記録を打ち立て国内2冠を達成。長い J リーグの歴史の中でも史上最強とも呼ばれる川崎フロンターレ。今年も圧倒的な得点力を武器にここまで5勝1分けとリーグ首位に立っている。ストップザ川崎なくして優勝は語れない。その戦い方やいかに。さあ最後にまあ一番の問題は今年も川崎強えじゃんっていうそこなんですけど、まず小倉さん、はい、川崎は正直どこがすごいんですか。どこがすごい、うわすごいとこだらけで、どこがすごい。佐藤全てですね、なあ、はい、まあ、ただ一番は攻撃力じゃないですかね、まあ、そういう意味で本当に川崎がまあ最強の矛だとしたら、まあ、グランパスはまあ強固な盾として本当に矛盾の部分でその特に守備のところで、まあ、川崎の攻撃をいかに発揮させないかっていうところは十分グランパスはそれができると思うので、うん、まあ、まだ対戦はこれからですけど、
やはり直接対決のところでどういったところで打ち負かしていけるかっていうところでは状況が変わっていくのかなと思うんで、そこに注目してみたいですね。はい、やはり川崎をストップさせる一番最右翼にいるのはグランパスだと思うので、うん、そこでしっかりと守りきって勝てるか、その守り方がどう守っていくかもちょっと注目して、しっかりと固めるのか思い切って前から行くのか、どっちの守備でフィカデンディ監督が勝負しに行くのかも、まず最初の川崎との戦いは注目してもらいたいですね。今夜はドラゴンズグランパス開幕スペシャル、あっという間の2時間でしたが、いかがでしたか？そうですね、皆さんお気づきの通り、はい、今日はほぼ老眼鏡をかけてフル出場っていう、はい、そうでした。はい、ドキドキしながらやってました。はい、いやでももうますます応援したくなりましたね。いや本当にああいう応援イベントをすごい、そういうチームがやってる、グランパス の、 そのチームが応援イベントをやってるんなら、僕らは僕らで途中の VTR にあったみたいな、選手が一回画面から消えてる時に何をしてるのかっていうことを注目するとよりサッカー面白いっていうことで、あじゃあスタジアムで見なきゃみたいな流れができてくる、なんか僕らの役目もすごくちゃんとあるなとか思いましたね。メディアの立ち回り方によってよりそのスポーツの魅力が伝わるようにというところですね。それが言いたかった、はい、それそれよかったです、はい、さてスポティエン次回の放送は4月16日金曜日の深夜です。ゲストはスケートボードの笹岡建介選手、岡本美嗣選手です。お楽しみに。楽しみに。